マーク38包囲板はアメリカ海軍が開発した艦砲用の包囲板。第二次世界大戦中、同国海軍の戦艦のすべてで搭載されていた。本法違反は通例マーク8射撃板と連接されて用いられた。射撃板の機能として時間と目標間との相対位置を連続的に図示するとともに弾着観測結果から目標速力、 震度を修正し、目標の方位変化率に基づいて、方位板を動かして、照準操作を補助する機能を備えていた。また、マーク8射撃板は垂直ジャイロによる同様修正装置マーク41を備えており、目標への照準線方向に対する縦、横同様を、計出して、同様に対応して、最適時に自動的に発砲することができた。即居用として、 機船長8メートル、短式の即居儀、マーク48を備えている。なお予備として、各砲塔にも即居儀が備えられており、例えば三連装16インチ砲塔では、奇戦長13.5メートルのものが備えられていた。アメリカ海軍では、1941年より、まず巡洋艦のマーク34を皮切りに、包囲板へのレーダー装備に着手した。その直後より、 本イバンでも L バンドローブスイッチ方式のアンテナを採用した m 3 m o ド、2レーダーの搭載が開始された。しかし性能的には不満足で、例えば1942年11月の第3次ソロモン海戦では射撃用の M3 レーダーよりもむしろ対水上捜索用の SG が即的にも活用された。このため m ク、 3の艦隊配備直後よりマーク8レーダーが開発された。これは動作周波数 S バンドムサム戦記機を半としたポリロットアンテナ42本による特徴的なアレイアンテナを採用して位相制御による操作を行うフェーズドアレイレーダーであり、開発元のベル社では世界初の捜索中追尾レーダーと称している。しかし野心的な設計を採用した結果、サイズ、 重量とも課題で、また維持管理に手間がかかり、信頼性にも問題があった。このため、より堅実に、パラボロイドアンテナを採用し、動作周波数を X バンドと高周波化するとともに、ビーム幅も絞ったマーク13レーダーが開発され、1945年より、艦隊配備された。ただし、この時代は、クラッターやノイズの除去技術が未発達であり、 またビーム幅が広いこともあって誤差が大きく、レーダーの利用は測的に限られており、照準は方位板の光学照準器に頼る必要があったことから、野戦などの場合には、単焦灯や照明弾などの補助手段が必要であった。ありがとうございます。